ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。なあ霊夢、改造ポケモンって知ってるか？それって改造ツールを使って作られた、色違いやレベル100のポケモンのことかしら？まあそれもあるんだが、実はプログラムやデータを書き換えて、ゲームそのものが新しく作り変えられた、非公式ソフトがあったんだ。非公式のポケモンソフトってこと？そうなんだぜ。しかも、本家に引けを取らないクオリティのものも作られていたんだ。へえ、どんなソフトがあったのかしら？詳しく教えてよ。ああ。というわけで今回は、ポケモン改造の歴史を解説していくぜ。まず、ポケモン改造版の始まりはというと、実は2004年に海外で、アドバンスマップとエリートマップ、っていうソフトが公開されたことが、始まりだったんだ。あら？海外から始まったのね。これはどういうソフトだったの？アドバンスマップとエリートマップは、ゲームボーイアドバンスのポケモンに登場するマップを、編集できるソフトだったんだぜ。2004年ってことは、ルビーサファイアや、ファイアレッドリーフグリーン、それにエメラルドが対象だったのね。そうだな。マップを編集ってことは、道を増やしたりできたのかしら？もちろん元からあるマップの変更もできたし、NPC や看板の増減もできたぜ。でもそれだけじゃなくて、自分で新しいマップを作ることも可能だったんだ。かなり自由に編集できたのね。ただし、この時点ではまだ国内で、積極的にポケモンの改造が行われる、ってことはなかったな。日本語対応じゃないと難しいものね。アドバンスマップの使い方、を説明したサイトなんかも公開されていたんだが、まだ敷居が高かったんだろうな。だけど海外では、他にも色々な改造ツールが公開されていったんだぜ。ポケモン改造の波が来ていたのね。国内にはいつ頃その波が来たのかしら？国内産の改造ツールが登場したのは、2005年のことなんだぜ。国内産ツールも、1年で登場したのね。国内産初の改造ツールは、ポケモントレーナーエディットだったんだが、その後も同じようなツールがいくつか作成されて、それらを統合した、ポケモンシンセシスが登場したんだ。このツールが登場したことによって、画像の変更も安定してできるようになったんだ。このツールもマップが作れたの？いや、このツールではポケモンの種族値や努力値、それに覚える技なんかを、自由に変更できたんだ。へえ、ポケモンにも変更を加えられるようになったのね。そうだな。名前や見た目、進化するポケモンも選べるようになって、変更っていうよりは、もはや新しいポケモンを作れるって感じだな。確かにそこまで色々変更したら、原型がなくなりそうね。そして2006年、動画投稿サイトに、自作の改造ポケモンを友人にプレイさせる、逆回りポケモン、などの改造ポケモンの動画が投稿され、一気に知名度が上がったんだ。なるほど。改造自体に興味がない人にも、知られていったのね。そうだな。動画の再生回数はなんと、200万回以上。すごい注目度だわ。BGM の変更なんかも人気だったな。さらに、翌年の2007年5月24日には、初代ポケモン151匹を擬人化した、ポケモンイエルカナで擬人化してみた、が投稿されたんだ。擬人化って確かに流行ってたわね。でも改造とは関係ないんじゃない？そう思うよな。ところが、この動画の完成度が高かったってのもあって、有志がドット絵を作成して、ゲームになったんだ。動画からゲームに？その名も、萌えっ子モンスター。これはファイアレッドが元になっていたが、他にもノベルゲームや、シューティングゲームも作られていったんだ。有志によって作られる、っていうのがすごいわよね。そうだな。この他にも様々な改造ポケモンの動画が投稿されて、ポケットモンスターパラレルレッド、なんかが人気だったんだが、盛り上がりすぎたせいで、ポケモン関連の動画が、一斉に削除されてしまったんだぜ。まあ、改造なんてグレーな世界だものね。一旦人気は落ち着いたものの、その後もポケットモンスター金を元にした、ポケットモンスターゴールデンさん、が公開されるなど、流れは止まらなかったんだ。このソフトも人気だったの？ああ。ゴールデンさんは、金銀風に作り直されたドット絵や、関東編が収録されていたりと、完成度が高かったんだぜ。銀の公式リメイクよりも先に、非公式で完成していたってこと？そうなるな。ちなみにこの時期ぐらいから、改造版は個人じゃなくて、チームで作るものに変わっていったんだ。2008年に登場したのはなんと、私たち東宝キャラクターが出演する、東宝人形劇だ。これは知ってるわ。もちろん私も登場しているのよ。作成したのはヘモグロビン A1C で、霊夢の言う通り、東宝原作に登場するキャラクターは、ほぼ全員出演しているんだぜ。さらに BGM も、東宝の曲をポケモンっぽくアレンジしたものになっているという、今でも遊んでいる人がいるほどの、人気作品だぜ。私たちの人気ってすごいのね。そして次に登場したのが、改造ポケモン界の名作、ポケットモンスターアルタイル、シリウスだ。かっこいいタイトルね。ああ。そのタイトル画面の文字を、国内で初めて変更することに成功したのが、アルタイル、シリウスだったんだ。技術の進歩ってやつね。これはどんなソフトだったの？ベースになっているのはエメラルドで、3年後の方円地方が舞台になっているんだぜ。オリポケの豊富さや、シナリオ、BGM の評価も高いんだ。非公式とは思えないようなソフトが、たくさんあるのね。
この辺りでなぜか、金、銀、クリスタルなんかの、ゲーム防衛用ソフトを、改造できるツールが登場したんだぜ。だけど他には特に新しい進歩もなくて、動きが少なくなったんだ。そうなのね。このまま収束しちゃったのかしら？収束かと思いきや、そんなことはなくて、2チャンネルに、ポケモンのロム改造しようぜ、っていうスレッドが立てられたことによって、改造に興味を持った人が、また増えていったんだ。おお、また活気が戻ったのね。そして企画が連発されたんだぜ。アガート、サンダーイエロー、アメジスト、白虎、ブラックオニキス。本当にいっぱいあったのね。まあ、実際公開にまで至ったのは一部だけどな。それに、複数人で作業する企画が乱立していたってことは、それだけ、トラブルや事件も起きやすい環境になっていたんだぜ。確かにすんなり行く方が難しそうよね。どんなトラブルがあったのかしら？有名なのはサンダーイエロー事件だな。さっき企画にあった名前ね。そうだな。この事件は名前の通り、サンダーイエローの企画で起きた事件だ。当時、この企画は管理人を含めた数名で、改造作業が行われていたんだが、その中で、主に作業できるのが一人だけだったから、人員を補充することにしたんだ。人を増やすことにしたのね。そうなんだぜ。そのために2チャンネルで宣伝して、新メンバーの募集を始めたんだ。それで結果はどうだったの？企画に興味を持ってくれた人はいて、質問なんかが書き込まれたんだが、なぜか、管理人が無視し始めたんだよな。え？じゃあ人員補充できなかったの？スレッドには、噂を聞きつけた人が押し寄せて、さらに対応できない状態になった挙句、企画内部でも不信感が募って、参加者は離脱していったんだ。え？増やすはずが減っちゃったじゃないの。消えていく企画も多かったんだろうな。ただその反対に、ポケットモンスタービップや、ポケットモンスターアルタイルシリウス、なんかの良作も誕生していたんだぜ。それだけいろんな企画があったってことなのね。その後活動が始まったのは、ポケットモンスターピュアホワイト、ダークブラックだ。この企画はどうだったの？20人近い人が集まっていて、期待値も高かったんだが、内部分裂が起きて、すぐ解散してしまったんだぜ。公開まで到達するのって、本当に難しかったのね。そうだな。ただ同時期に制作が開始された、ポケットモンスターシアンダイヤモンドピンクパールは、いろいろありながらも、オープニングを変更できるパッチが公開されてるぜ。これもクオリティが高くて評価されていたな。いろいろあるのが前提なのね。さらに2011年には、アルタイルシリウスの続編、ポケットモンスターベガが完成したんだぜ。おお、これは盛り上がったでしょうね。ベガはファイアレッドを改造したものなんだが、マップや BGM、ストーリーも、完全にオリジナルになっていたんだ。なんだか長く楽しめそうな作品ね。地方や登場ポケモン、悪の組織も刷新されていたから、かなりありごたえがある作品だったんだぜ。ただし、本家よりも難易度が高かったんだ。え？どんな風に？ジムなんかのギミックが難解になっていて、一筋縄ではいかない上に、初見殺し要素も満載だったんだぜ。確かに難しそうだけど、面白そうよね。さらにベガの続編にあたる、ポケットモンスタープロキオンデネブの作成も開始されて、期待は高まっていったんだ。また盛り上がりそうね。ところがこの辺から、求められる技術が高まったせいで、改造に関わる人やファンが減ったんだよな。あらら、意外と盛り上がらなかったのね。さらに、ここでもう一つ事件が発生したんだぜ。どんな事件なの？ことの発端は、ポケットモンスターアルファオメガの制作開始だな。公開されたサイトのクオリティが高くて、すごく注目されたんだ。出だしは良さそうよね。その後公開された体験版も、ドット絵や BGM のクオリティが高くて、かなり期待されてたんだよな。事件が起きる気配なんてないわよ。ところが2014年5月に、ポケモン公式からルビーサファイアのリメイク作品、オメガルビーアルファサファイアの発売が発表されたんだ。まあ、名前は被ってるけど喜ぶところじゃないの？確かに普通ならそうなんだが、名前が同じだったことで、立場が危うくなったと感じた、アルファオメガの制作メンバーが、公式に対して、自分たちの企画のパクリだ、と主張してしまったんだ。え？公式をパクリ呼ばわり？さらに、もともとゲームの改造は違法なのにもかかわらず、改造の正当性を主張して、炎上したんだぜ。公式へのリスペクトは大前提よね。そうだな。炎上した結果、アルファオメガと制作メンバーが関わっていた、ポケットモンスタージャスティスが消滅したんだ。あらら、大手企画が消えていったわ。企画が崩壊していったことで、改造は、また個人制作が主流に戻っていったんだぜ。複数人で制作するのはメリットもあるけど、デメリットも多かったのね。改造っていうジャンル自体も、存続の危機にあったんだが、中には個人でも、DS 用ソフトのタイトル画面や、マップの改造に成功した人もいたり、個人で制作された、ファイアーレッド、ファイアーレッド S、タイトルなどという贅沢なものはこのゲームにはないとモンスター、もやしモンスター049、が有名になったりもしたな。あとは2008年に、ポケットモンスターベガの続編、プロキオンデネブが公開されているぜ。大人気のセイガシリーズ、自作 UI のオリジナル図鑑や、中国地方がモデルになっている、瀬戸国地方、さらにオリジナルポケモンなど、これも傑作と呼ばれているんだ。期待を裏切らないクオリティだわ。ただし未完成で、6個目のジムまでしかプレイできない上に、制作は停止しているらしい。
ポケモン改造ってすごく人気があったのね。そうだな。国内ではもう大きな動きはないが、海外では今でも人気で、改造版の動画が、たくさん投稿されているんだ。へえ。始まりも海外からだったし、根強いわね。知らなかったわ。改造版に対してじゃないが、2022年に公式から、レベルや技を改造したポケモンの仕様、についての対応が発表されているんだぜ。どんな対応なの？不正に改造されたデータを使って、ポケットモンスターシリーズや、ポケモンホームをプレイしているユーザーについては、インターネットなどの利用制限が実施されることになっているらしい。ネット対戦も人気だから、改造ポケモンを見逃せないわよね。というわけで今回は、ポケモン改造の歴史について解説してきたんだぜ。有志によって、いろんなポケモンが作られていたのね。それもやっぱり、ポケモン公式の人気があってこそだよな。そう考えるとポケモンって改めてすごいわね。みんなもポケモン改造の思い出があったら、コメントで教えてくれよな。皆さんの意見も聞かせてほしいわ。それじゃあ次の動画で、またねー。